こちらヒーローズジャーニー英雄の旅の紹介をさせていただくんですけど、自我、魂、自己のダンスっていう紹介をさせていただきます。今私は自我、魂、自己という話をしたんですけども、自我と魂と自己、エゴとソウルとセルフ、この3つの相対的役割について、私たちの文化が発信しているメッセージは矛盾や混乱を招きやすいと。例えば経営をテーマにすると健全なエゴだけに焦点を当て、自己とソウルを無視しているようなものだと。もしくはこのあるもののところに行くと自我って良くないものみたいな、そこの面しか焦点を当ててないとか、その心理学の世界では健全な自我の発達が強調されるのが普通だが、多くの場合自我についてその踏み込んだものは語られていないと。でまたトランスパーソナル心理学というものでは、多くの現代宗教と同様にソウル、魂とスピリット、まあ、これを言うと嫌な顔する人がいるのかもしれませんけども、この霊的なもの、はい、ソウルとスピリットをトランスパーソナル心理学では育んでいるが、そこでは今度は自我についてが失われていることが多いと。なんか 本質みたいなところに行くと、はい、自我が置き去りにされると、はい、違うでしょっていうのをこの本では言ってます、はい、三位一体でしょっていう、はい、で現代では自我と魂と自己の全てを尊重し、この自我を排除するのではなく、この3つのバランスというのを受け入れていくのが急務であると。私たち一人一人が幸福と成功を手に入れて、自己実現を成し遂げ、スピリチュアリティを尊重した存在になることは可能なんだと。僕は好きなんですけど、はい、別に興味がない人はいると思います、はい、でこの本で紹介されている12のアーキタイプ原型はですね、私たちの心を育む手助けをしてくれる存在ですと。英雄の旅、ヒーローズジャーニーには3つのステージ、準備、旅、帰還というのがあって、その3つがそのくりそのまま精神の発達段階にありますよと。最初に自我を育み、その後にソウルに出会い、魂に出会い、そして最後自己という独自の感覚を生み出すっていう順番になってますと、はい、でそれが今挙げているこちらで、はい、ユングはこの陰陽図をマンダラって言うんですよね、はい、面白いと思うんですけど、はい、でそれぞれこの自我の中には4つ、魂の中に4つ、自己の中に4つという段階があります、はい、だからこの辺の組み合わせがちょっとエニアグラムっぽくて、はい、順番3つの中の4つで12タイプありますよっていう話ですね、はい、でエゴとは私たちの人生が入れられた器のことだと、はい、自我によって自分と自分以外のものとを区別する境界線、バウンダリーが生まれ、世の中との関係に折り合いをつけることができると。自我の助けがあれば現実世界に適応していく術や、その世界に私たちの欲求が満たされるような変化を起こす術を学ぶことができますと。でその次、ソウル、魂。魂は私たちを超個性的なもの、この本の中では無意識の部分、はい、ということも書いてありました。その超個的なものと結びつけてくれるものであり、ユング派の心理学者は無意識や心のそのものに匹敵するものと考えていると。魂とは人類の潜在能力の貯蔵庫でもあると。まあその先週隊長がこのアーキタイプの説明の時に、はい、何でしたっけ、なんとか潜在的無意識です、集合的無意識、集合的無意識、はい、つながってるよねってことですよね。つながってるよねっていうか、みんなが普遍的に持ってるタイプがあるよみたいな話ですよね。無意識があるよ、あ、それを僕はつながってるねって言ってるんですけど、はい、だって同じこと思ってるんだもんみたいな、つながってるかどうかは別ですよねっていう人はいるかもしれません、はいはいはい、でこの
潜在能力とは私たち一人一人に備わっているもので、例えてみれば必要な条件、例えば日光、水、土が整った途端に種っていうのは種の時に分解しても何もないのに、はい、そこに植えるとわーっと芽が出て、ぐんぐん成長していくと、はい、でこの死後の世界を信じている人たちにとっては肉体が滅びた後も私たちの一部として生き続けるようなものだと、はい、で最後にセルフ、セルフというのは自己ですね、はい、自己というのは純粋なアイデンティティを手に入れたことを示すものだと、自己が誕生すれば自分がどういう人間なのかが分かり、バラバラになっていた心が統合され全体性と総合性を味わうことができると、はい、でそこまでくれば世の中で自分をどう表現していくかっていう適切な方法が分かり、自分をそうやって表現することで自分にしかできない、はい、貢献の仕方とか、はい、日々の暮らしの喜びみたいなものを感じることができるよと。で今日このタイトルにしたアーキタイプが羅針盤になる理由というのは、うん、本当はこの本にはですね、はい、あのこの図の中に何点何点みたいな点数を入れるところがあって、はいはいはい、でその時一番高い点数のところが、はい、あなたのいる場所だよと、はい、あ座標としてね、はい、あなたがそのタイプだよじゃなくて、はい、ジャーニーですから人生は、はい、その状況にもよるって書いてありましたよ。その戦いの場だったら、はい、みんな戦いに備えるタイプ、家庭に戻ったらこういうタイプになってみたいな、あ場所によってね、って TPO に応じて、はい、仕事の時はこれで、この旅の途中でもしあなたが幼子だったら、はい、まだ旅の前の準備、はい、段階のところかもしれないとか、破壊者のところに自分を見つけたら、はい、あ今私は無意識的に何を望んでいるのか、はい、みたいなのを探っているところ、はい、みたいなところが分かるようです、はい、まあ、ここに書いてあるのは、例えば今自分がいるところが自我のところであれば、はい、今あなたは世の中で自分の能力を証明しているところか、あるいは次に向かって新たな準備をしているところかもしれない、はい、で魂であればそれは大きな変遷な時、つまり今以上に信憑性のある本物の存在になる時を迎えている時かもしれないと、はい、で自己のところにもしか自分を発見すると、世の中で自分を表現する時が来たか、あるいは、自分の持っているものが何かっていうのが明確に分かり、それを自覚し自分ってこういう人間なんだっていう全体性を認識しているところだと、みたいなところが書いてあります。でここに書いてあるまず、自我のところにあるのは幼子、孤児、戦士、援助者、ここは旅の準備を手伝ってくれる存在だと、この案内人たちからは現実の世の中を生き抜く術や自我の強度、エゴストレングスを高めていく方法を学び、その上で高い倫理観を備えた仕事のできる市民や善良な人間になる方法を学ぶと。で次に出てくる、魂のところですね。ここで出てくる4種類のアーキタイプは探求者、破壊者、求愛者、創造者、この4つは旅の最中に現れる案内人として、自分が、まあ、ここでは魂と書いてあるんですけど、無意識というか、はい、自分が本当に何が好きなのか、はい、みたいなものと出会い、そこのトゥルータイプ、本物になれるようこの4つのタイプが手を差し伸べてくれると。最後に出てくるアーキタイプが、まあ、自己の部分、統治者、魔術師、賢者、道化は王国への帰還を仲介してくれる存在だと。彼らの力を借りることで真の自己を表現し、人生そのものを変容させることができるようになると。で私たちに英雄的精神のその先にある自由と喜びを味合わせてくれる存在だよという紹介がされています、はいはい、で体調がなんかその、はいはい、僕はこの本に書いてあったのは、はい、ちょっと言い方難しいんですけど、はい、
タイプがあるわけではなく、はい、あるとは書いてないんですけど、はい、どこかのものが 2,3、はい、強く出てくるところがあると、はい、あで今合点行ったのがさっき隊長が言った、はい、場所によって違うようですよ、はい、っていうのは多分その3つが出てるのかもしれないですね、はい、なんか経験とかにもよるって書いてある。経験、はい、経験とか教育とかによって価値観とかも影響されてくるから、はい、価値観って変わったりするじゃないですか。例えば僕が、はい、論理大事だねになるみたいな価値観、まあそういう価値観も、まあ、もっと些細な価値観とかも、些細な価値観、はい、そうですね、なんか経験して、はい、昔はこういうふうにもう突っ走るのが一番いいと思ってたけどそうじゃないのもちょっと気づいたとかっていう経験をしたりとか、押してダメなら引いてみなみたいな、はいはいはい、っていうところでなんか経験とか体験とか教育とかいろんなものが混ざってくると、まあ、若い時と年を取った時ではまたちょっと考え方も変わってくるしみたいな。それはありますよね、はい、で、まあ、場所によっても変わってくるしみたいな。仕事場だと役割もあるのでこういうふうにしなきゃいけないみたいな。統率を任されているのであれば、はい、統率者にならざるを得ないですし、ね、ならざるを得ないし、はい、そうしなきゃっていうのも無意識に出てくるわけじゃないですか。これはもうあのエニアグラムのタイプとかでも出てくるんですけど、はい、あのどうしてもやっぱり自らがその会社を経営している方とかは、はい、タイプ8とかタイプ3が出やすいっていうのは言いますもんね、はいはい、だと学んだのでこれはそのタイプとかがあのエニアグラムとか MBTI みたいにこのタイプっていうのじゃなくて、はい、なんかこの人はこのタイプではないみたいな、はいはい、あなたはタイプ3とか1とか、はい、IF なんとかみたいな話じゃなくてみたいな。ただその今ねチズさんが破壊者かなってなってるんだとすると、はい、あなたがいるところが今そこを求めてるところだよと、はい、そこを求めて何かを壊そうとしているところかもしれない、はいはい、だとするとじゃあ次向かうところは何かなみたいなのが、はい、仕事の割合が大きかったらそこが破壊者だったら破壊者、自分は破壊者だと思うかもしれない、はい、そこで結婚したりするとまた全然全く違う側面が出てきてそうですね、はい、みたいな話のようですとみたいな感じなので変わるみたいな、いる複数持ってるみたいな、はいはい、